最後、おー、エムバペ選手フリーで待っています。決めるか、エムバペ選手決めるか、ブロック、ナイスブロック、エムバペ選手頭を抱えます。おっと、押し飛ばしました。シュートも押していく、シュート決まりました。リンクビブス決めました。押した、うまい、素晴らしいキックフェイント、オレンジが奪います。もう一度ビブスなし、シュート決まりました。さあ、ネイマール選手が寄っています。ゴールサイドに寄っていますが、逆サイド決まりました。さあ、残り2分です。残り2分、プレー出し切りましょう。皆さん、かわした、ラモス選手ヒール、うわ、さあゴール前、逆サイド、おー、エムバペ選手フリーで待っています。決めるか、エムバペ選手決めるか、ブロック、ナイスブロック、エムバペ選手頭を抱えます。おっと、押し飛ばしました。さあ、残り1分です。皆さん、残り1分、エムバペ選手ゴール、決まりました。バモス、さあ、10秒ですよ、10秒、残り10秒です。終了です、皆さん終了です。お疲れ様でした。どうしたらキリアン選手のように速く走れますか。大きくなったらパリの選手になってキリアン・エムバペ選手とツートップを組みたいです。こちら、市野拓馬様からの質問です。いかがでしょうか。j'ai pas forcément d'explication. Il faut bien manger, bien dormir, et essayer de toujours s'entraîner et prendre du plaisir. Je pense que c'est le plus important. やっぱりですね、どうしたらいいか、早く走れるか、しっかり食べることです。よく眠ること、そしてしっかりと練習して楽しんで、サッカーをやってください。そうすれば大丈夫だよ。では続いてネイマール選手です。ネイマール選手、憧れていた選手は誰ですか。白川青人様です。ネイマール選手、いかがですか。tive vários ídolos, vários jogadores com quem me inspirava, com os brasileiros, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Kaká.São jogadores que me inspiravam muito, Messi, então são jogadores que eu olhava vídeos, que eu me inspirava nos dribles, depois eu tive a oportunidade de jogar alguns deles, e hoje eu jogo com o Léo, então para mim é um orgulho muito grande, né, de fazer parte da história dos meus ídolos e poder compartilhar momentos com eles.たくさんいましたけど、小さい頃は例えばロビンヨですとか、カカですとかで、大きくなってからは、メッシ選手ですね。彼らの走ってる姿、プレーしてる姿をよく見て、
彼らのドリブルを見て少しでも真似しねようと日々楽しみながら学んでました。で、大人になってから彼らと一緒にプレーできるのが何よりも嬉しいです。僕らも皆さんのようにインスパイア、皆さんもインスパイアできる選手になれたら嬉しいです。では最後にセルヒオ・ラモス選手、ディフェンスのコツを教えてほしいです。大石洋介様からです。ラモス選手いかがでしょうか。Buenas tardes. Primero deciros que es un privilegio estar aquí con todos vosotros. Gracias por el recibimiento y gracias a los pequeños por pasar un rato con nosotros. Y nada, yo creo que la clave de una buena defensa siempre es la solidez defensiva, la intensidad y bueno, los demás. Tenéis una edad donde seguís siendo muy jóvenes y disfrutar, ser felices y...que siempre tengáis un sueño por cumplir y unas metas y unos objetivos para alcanzar. Konnichiwa. この皆さんと一緒に、今日はプレーできてとても名誉に思っています。一緒の時間を過ごせてとても嬉しかったです。いいディフェンスのコツですけれども、やはり堅い守備だと思います。あとは小さい頃から楽しんでプレーをすることですね。夢を持ちながら。